足か。タンクでよかったな。でも足結構タンクキラーなとこあるよね、急発動すると。ああ、確かにですね。発動させないのが重要だね。発動する前に殺さないと。俺突っ込むか。いいで突っ込んで殺しちゃおうか。いいで突っ込んでツンツンドーン。モンスターハンターもだけど、あの槍の突きって意外に強いんだよね。やりは痛い。常についてるようにしか見えない。さあ、敵リーシンだな。ジャオさんだからカウンター来ないと思うけど、バフスタードの方が安全かな。取られたらアホらしいし。昔あ、アでムムも、でリーよりシンますよ。と、昔アムムでリーシンがカウンタージャングル来て、青バフの赤バフか、下だから赤バフのところで、みんなが4になるぐらいまで2でずっと睨み合ってたことあるよ。取ろう、取れない。ダメージを与えたら帰ってきて。わざとグロムスタートして俺たちが青バフの茂みに隠れてきたところそれもありなんだけどね、来なかったらそっちがちょっと遅れるからさ、ボットの戦い。それを考えると、やっぱ敵のリーシンの動きがわからないと何とも言えないな。でもこっちの言うことバレてますよね、動画見たら。多分見てないと思うよ。その辺は卑怯なことはしないって言ってるから。でもね、昔ね、スカイプしてないって言ってた時に裏でしてたって言ってたからね、卑怯だわ チームになったら裏でしてたって。赤バフさせちゃサうモか。ナーズリフトへんだようこな。そ。いや、開始前にここに黄色だけ刺して、普通にイバスタートでいいや。あれ、修也さんアイテム買ってます？買ってない。いや、ワードだけは買ってるっていう、なんか微妙。ミニオン出撃まであと30秒。ワードは買ってる 危ない危ない。スマイルなしジャングルの辛アイさ。テムがないってジャングルが言います。危な危な危な。ポットこんなにいらんわ。アイテムがないっていうか、あ、レベルが上がらないっていう方が。そう、そっちの方がきつい。一匹倒して、あれ？レベル上がらないんだけど。あれ、おかしいな。スマイトあるのに。AI さんのワーディックどうなんですか、それ。自分のワード使うから、ミニオンが普通出に撃しまし岩た。スタートで。22秒。やばい。自分のワード使えねえかも。いけるか、俺。走れ、走れ。やばい、急げ。あと13秒。急げ、急げ。よし。急げ。信者は走る。城島リーダーのように走る。ああ、間に合った。そう、そのスーツで走る。ああ、そう、そのスーツで。内村さん。もういいよ。さあ、来るか？やつ来るか？来ないな。じゃあ大丈夫か。で示すのだ。いや、でも結構リーチのやんで、まさかの、あったらしい。じゃあ、お兄さん。距離系のはハラスができないか。あ、じゃあお兄さんは楽でいいわ。時々さ、ピンクワードを開始で買うのはいいんだけど、開始と同時に置いて、戦いが始まる前に敵に壊される人いるから。ちょっと早く起きすぎちゃってみたいな。ああ、ムンド飛んだあろうっすムンド煽ってんの？ムンド煽って飛ばしていくよ。かなり煽りますね。レリアはカウンターで距離取ってるだけなんです。じゃあ言わないと。ムンド煽ってるって煽らないでくれますか。痛い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 。ああ、何、痛い痛い。こういう。掴んでこねえかな。何聞きください。今の打ち上げるべきだったな。物語。あれ、でも、ベヨモナが、あ、痛い、鳥さんが、痛い、なんつうの、ダブルなんかいて。はよしねえ、青バフ。お前が死なんと、俺の青、マナが。よし。ただ、どこにも行けんな、俺。チーズに。早く出すのに、いや、こんだけ体力あるし。
あれだけ買っとくか。お、来てない。リーシンは早く回れたらしい。あ、でも、本当にリーシンが。おかげで安全にこれがれるわ。常に前へ。敵の赤バフのとこにぶっ刺しとこう。意外と9の範囲狭いからな。もうちょっと近づいてきてくれたら嬉しいんだけど。カウンターなのに狙い押してるね。一回顔見せだけしてくね。行くよ。戦わないからね。ちょっとちょっと、じゃあ帰る。いや、ここあえてここで帰ろう。そしたら向こう攻めれるんだろう。ああ、いいと思って。でも簡単だから強気に切ってる可能性も。これ来れないだろ、ここで帰ったら。安全に稼いで稼いで動かすな。痛い。一応リーシン怖いなら、そら攻められんわな。そら攻められんわな。まだいると思って、まあ、いないんだけど。あ、でも確認したら多分もうあれ。うわ、向こうもこんなところにくさびぶち込んできてやがった。ちょっとどうだけに。ああ、あのバカ野郎。お、リーシンいる。フラッシュ切らした。フラッシュ見える。そのまま俺入ろうか。向こう結構体力減ってた。行くよ、一気に。よし、雨さん、ね、いや、こっちでいいか。こっちでいいかってな。こっちでいいか。あー無理だなー。2人行ったら殺せたんだけどな。まあ無茶しなくていいか。9が当たんなかった、すいません。こっちでいいか。こっちでいいか。最悪のセリフ。要塞4いると、こっちでいいやみたいな。で、それ様子見に来て、どっちと AD キャリーが、それはトライでいこう。どうせアイテム使うの忘れるし。出てきた、遅いな。もっといいバグ。いやー、話せられない。これだから、緊急ちゃんとか。ベイガー、先6になられてんな。ちょっと、押さない方がいいな。魔王隊は青バフあった方がいいんだろうな。まあ信者はなくても余裕で回れるし。アンキューだとめっちゃ積んで、あ、こっちの後取りますね。そういう面ではあのマナがないキャラクターが見ても結構楽に、うん、ほんと楽でいい。何より自分も育つのが早くなるのがね。ですね、上げなくていいっていう。ほらだらね、上げたら負けてすぐ取られるやついるからな。負けてんのになんか来るっていう。ジャングル育ってもらえよ。ジャングル勝ってね、ジャングル育ってもいいっていう。リーシン。リーシン食べよう、あー帰って。来いよ、来なかった。当てたのに来なかった。ちょっと、ハラスでもしようかな。もう、くそ、間に合わなかった。遠いな。足の音が先に止まったか。なんか積極性ないなと思ったら鳥さんだった。積極性が。確かに。それは全然飛びついてこねえわ。前サポートしてた時も全然飛びつかなかったもん。かなりゆっくりな。話されてるのに何もやり返すかない。まあまだ大丈夫だけど。あれ、こんなもの回復早かったっけな。確かに積極性があんまり。プレッシャーだけかける。もうちょっとガツガツ来てくれてもいいのに。もう積極性ないな。なんで攻めたの。ノー。ファーストブラッド。
100円100円美味しいファーストブラッド。おっと魔王界はなんで帰らなかったんだろう。やっぱスカイプしてないからか。ちょっと叩くだけ。おりさん打ち上げたらいけるかな。多分いける。リーシンが怖い。強いと打てるかな、なので。うん、あと、なんか。ああ、バフ欲しいんだけどな。相手のバフ。わかりやすいな。わかりやすい。もうちょっとそれ打ったら伝わってくればいいのに。わかりやすいな。ちょっと使っちゃったみたいな感じが。やべ、押しちゃったから近づいて、敵に近づいてきないって感じ。アリーシャン来てますね。ちょっと球上げないと威力がちょっと足りない。わざと捕まって。やばい、うわ、リーシンは殺せるか、リーボー。ちょっと遅かったね、ヒールが。これは、お世話しないか。あれ、なんか、ラスト、アニメなんですね、ウルトラ詰められてた。まあ、緩やかにちょっとタワー削られるか。リーシンに食われてる。いつもなんか買うのが使えるから、マブ見てかないと。いいかな。いや。金が超余ってる。やばい。よし、とりあえず金スマは変えた。トライに行くん。喉がやけね。まあ短期からね、最後の集団戦はだいぶ有利だと思うから。あー、これはいけんの。ちょっと向こうのベイガーが調子こいてたらぶっ殺す。ああ、でもトップに。味方が倒されました。そらそうだろう、無茶しすぎだよ。痛い。勝利のために。あ、なんか、そうだ。ちょっと分かりやすい。その辺、正面で戦っといて、来たらすぐ言ってね。待ってください、待ってください。いただきました。うまく引っかかりない。そのまま来るかもと思って向こうも下がるだろう。よし、ここまで取れたのは。打ったら近づいてくるのに。行く振り、行く振り。向こうの振りに行こう。何が気がする。ピンクワード、ガングがみんな押してるからね、押して食われてるから、俺どうしようすることがないからファームするしかないんだよ。そんなこと発動するんですよね、こいつ。どうしようかな、もう一回引けたら俺ウルトで飛び込んで、じゃあんたフラッシュで飛び込んでウルトしてから打ち上げるよ。あ、いいシーン。3人ばかりで押す。すいません、これ知らない。最悪フラッシュインして9で打ち上げて、こっち側に押す。ウルトある？ウルトは、あ、スノルトあります。無理やね。敵の青バフあたり
てか敵のジャングル食ってくるからいなくなってくるって、ね、いけそういう話何するかな謎のスローなのにここで行きたいと思いますアバンもバグろうかよし、いろいろおいしくいただいてきた俺の 赤取られてたからなやり返す押してるんだよな引っ掛けてこないなあなたのチャンスを倒された。よし、とりあえず無茶してぶっ殺させた。リージェンダー倒せる。マルカ、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 いけるんじゃないこれ。一緒行きませんかね。逃げろ逃げろ。味方が倒されました。リージェン帰ってくるの早かったな。リージェン逆に周り早い。どっから出るんだろう。やっぱ速度かな。デマーシアは引かぬ。敵は。こっちのジャングルがやられたとか。奥から。ドアこれぐらいほっといていいだろう。ちょっとね、この5キル差がドラゴン一つは厳しいな。てかやっぱ思ったより火力が出ないな。まあ相手がまだ一瞬は足の方ですよ。いやこっちこっち飛び込んで消えられる消えられるジャングルはちょっと消えられるジャングルはもうゲームが違うから、はい、ゲームを壊してしまうあ来てる飛ぶじゃねえボックもっとあワードが消えちゃう俺のワードそこに差しに行くわあはいで場合によったら一気に入る気分で振ると思うのあり中継見つかねこれあ、いい行くよはいうんやばい、胸で入ってしまったお、合わせましたねよしよしよしやばい、もう一気にだからぶち上げるとこまでやってきたぶち上げるとこまでまあ無理かなって思ってた、ね、あー、その代わりミッドが食われたこれちょっと俺ミッドタワー守りに行こうこれここ選手の魂が朽ちることなしコギが上がったんだ確かああ。味方がタワーを破壊しました。名誉の選手。今ちょっとあった。おお。あ、煽ってきますね。煽ってきおるわこの野郎。飛び込んで即帰りやがったウルトで来たらぶっ飛ばしてやろうと来たから使ったら即帰りやがった飛ぶ瞬間にワードジャンプで何この野郎煽りおるわさすがゴールドパーですよマナーの悪さを全国にさらすがいい運命は定まったあ、まあ、こんたりじゃんかこれはボットだなボットガングだなボット崩した方がいいな、こっち。ミント我慢してもらうしかないな。あ、悪い。諦めんなよ。折れたやろ。ほんと、一個残っちゃう。よ し、行くよ、行くよ。ダメか。無理か。やばい、これ以上は怖い。いけへん。これ以上は怖くていけへん。こっち壊して。
足りなくなるぞ。いるかもしれないよ、シュウ君。ああ、ピンクはなかった。勝利を叫べ。相手ジャンクはどこにいるのかな。あ、いますね、ここに。入るよ。はい。あ、二人分ぶちかました。もうそこ取ってきとるから、ここのジャングル争う必要もないよ、もう。危ないし。びっくりした。来るの来るの来るの。スタイが受けやがった。え、これいいの？食べに行くよ、行くよ、行くよ。ああ、逃げるの早いな。早い。でもジャングル止めに来ましたんで、これ。ソロドラ行けるから押しといて。はい。本当？本当に行けるの？不安になる。行けるんじゃないですか、6000人。多分全然余裕だと思うけど。全然余裕だった。はい、明るいに。これ、アイテンジャングルが来ないってことか、そんじゃくに潜られてるのかな、もしかして。その可能性もあるね。でもいいや、ドラゴンの方がでかいだろ。これ、トップにリーシンが。おお、トップにリーシンが。おっと、こんなかな。どうだよ、これ。敵のキリングスプリン。おられる？おら。この代わり、ボットが。あ、やべ、おられた、死んだ。味方が倒されたクソ AOE したんだ、死ね。なぜいった倒せる。いいわ、いや、いいや、俺がミッドブチオールだ。やった、ちょうどいい。あ、でもベイカーが、いや、ウルトないから多分大丈夫。あ、倒せないかな。よし、入る入る入る。無理か、やめようやめよう。痛い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 。自軍ジャングルにこもるわ。あ、こんなアレクスプレート。うん、映画しよう。133スタックですね。バレずに済んだ。でも取られてんじゃないかな。あ、いる。レリアさん、レリアさん食べれるんじゃない？これ。でも足が消えました。ああ、でもボット一つ消えました。と、人形いた。ここ行こう。多分食べれるだろう、これ。二人がかりなら。なんかリカットしたいと思って、リーシン。リーシンいた。どっちが強いか見せるときですよ、それ。あなたのチャンピオンが倒されました。リカに関わってきた。シャットダウン。あかんわ。やっぱワンコン無駄に食らったのが痛いわ。裏に入ること優先してて、リーシンに普通にワンコン食らってから戦い始めた。まだリーシンが来てるという。裏に回ることにいっぱいいっぱいになって、リーシンがいることに気づかなかったっていう。あ、いたんだ。エヴァンゲリオンのオープニングみたいな感じ。イレリア倒すことに夢中で運命さえ。残酷な心情じゃないですか。残酷な心情。残酷な天使の心情って。信者は天使だった。信者は天使だった。天使やばい、裏から来てる。あー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 デリック、あーでも俺やれるの。ちょっと待って、できはい、ちょっと待って。それは無理だね、死んでくれ。魔王界が追ってくれんだ。ウルト使われちゃった。ウルト、あーベイガーウルトなきゃ。ワンパスインターンは死ね。折れなかったか。いや、闘牛倒されてた。ウルト使っても逃げれなかった。確かにウルト使ってんのに何かっていう。使ってないはぁ、見られてねえんだけど。はぁ、スカイプねえんだからピング出せよ。あいねえな。ほらほら、これ公開されるかもしれないんだぞ。
全国の人たち全国にマナーの悪さのほらあ、トップがやばいね、これ開けられました。いきますか。あ、でも入ってますね。青バフじゃあ、素敵な青バフ狩りじゃあ。リーシン青バフいかないからね。相手の甘そう。あの、ベイガーに開けてるとこ見たことがない。こっちに全部絡めてる気が。リーシンは煽ってくるんです。よしよし、没頭し続けよう。行こう行こう。そう、で、煽りますね。トライフォース使ってるから、敵のタワーと。よし。あの、怠慢したっていいよ。ベイガーが来られるとワンコンでやれる可能性が。ベイガーはちょっときつい。間に合わなかった。よしこれいいよ、ほっとこ。一瞬だろ。打ち上げ打ち上げ重なった。いいか、プレッシャーかけて。はいですね、ベイガー消えてんじゃね。帰ろうぜ。危ない。やばい。ピング出して。ハテナだろ、ここ。ちゃんと出そうぜ。トップにいたらトップ絶対死ぬし。トップなんだ。トップ常に2人いるように。でもまあこれで追ってくれるだろう。ラウンドあと7つ。トップ1分ぐらいする。リーシン帰りました。よしよし。味方がタワーを破壊しました。あ、いや、ミシン来てますね。ボット消えたぜ。味方消えちゃった。いないし俺ボット押すわ。ミント少しの間ほっといても大丈夫だろ。大丈夫。あ、俺てんの。だよ。光取ってんのが分かってるだろうから。パッ、バレちゃった。味方がタワーを破壊しました。よしよし。あと3秒。結局は今、あの、キルデスボロ負けだけど、オブジェクトボロ勝ちだからね。オブジェクトはかなり勝って。ボット。2つ折れて、トップ1つ折れて、ミッドも1つ折れてるし、ドラも全部俺が取ってるから。ドラ全部取ってる。しかも1人で。やっぱソロドラできるキャラはそれが。ミッド守る。ワンコンだけ気をつけよう。ちょっと行きます。もし靴履いてても、あの、入れ替えるとかなりタイミング。消えた。いや、あそこにワード刺したから。消えてる、やっぱり。あ、ちょっと、できます。トップ行ったんじゃないかな、そんな気持ちでね。殺されますね。あ、どうですか。イエーイ。一瞬だ。一発も殴れなかったけど、全部入ったろ。でも殺しきれんかな。だろうな。うわー、分かってほしかったな。マーキュリー買ってデッドマン先だな。これはビサージも欲しいけど。あ、ドラゴンが来ました。ワンコンで即死はきついわ、さすがに。まだ確認。ワードないですね、ドラゴンに。おい、あー、これ死んだな。味方が倒されました。触りで一番さすがにこれいったら。でも逆に考えるんだ、この何力強いプッシュでオブジェクトを取ってるからデスも多くなってしまっていると。確かに。死んでからその分オブジェクト追ってるから金は多分負けてないはずだから。まあオブジェクト追ってるんで、相手知らせ負けたとしても多分負けてる。よし、みんなで行こうか。俺裏から回るよ。じゃあベイガー2万個。いける。あ、リーシンでいけ。いって、待って、俺来てるんだ。もうちょっと欲しかったな。ちょっと打った瞬間にフラス使われましたね。やるね。これベイガー打ち上げたらいけるんじゃないですか。いった。おー、行かなかったんだよな、ごめん。あ、じゃあ帰ります。いや、帰れない、これは帰れない。俺が来なくても。ソロバロンはきついんだけど、もう一人来てくれれば倒せるんだよな。ソロドラゴンいけるんですか、これ。
ソロバロンはね、ちょっとビルドが揃わないと思う。ビルド揃わないとさすがに。冒険、冒険とか、類金とかあれやる。で、青バフあるとね、ギリギリ。ベイガー、ベイガー、ベイガー、ベイガー。包丁来てくれる？取る？ああ、殺されたか無理だな。取れない。裏から。裏から。行くよ。行くよ。シャットダウン。敵の攻撃。もうウルトもねえもんな。味方が倒されました。来るねえ。無理だね。味方のタワーが破壊されました。さすがに2本目は守ってほしい。まあ、オブジェクトはまだまだ勝ってる。もう1本おられる可能性高い。2人でムンドと同時に囲めるといいけど、厳しいか。ってこれ何で、未だにポットなの持ってる。味方のタワーが破壊されました。無理だね。普通にムンドに稼いでもらおう。イデリアもいるってことだ。勝利のためにちょっとこれ早く殺しとかないと視界が取れん。やばい、ちょっとやばい、やばい、取っとく。あ、やばい、やばい、やばい。大丈夫、行ったらなんか俺たちワンコンされる気が。やっべ、ナイスナイス、いいところで。3人だから1人裏から逃げた。なんか変な動きしてたね。生きたの先輩ぶりがバレるで。いや、魔王界がミッド押して倒りましたね。よしよしよし。リーシン、リーシン、リーシン、シン。これは無理か。間に合わんか。リーシンを。デマーシアは引かぬ。ですよね。無理やろ。やめとこう。トップ押そうか。勝利のために。2人いたら余裕だな。ちょっと俺ここで稼いどいて、俺倒してくるわ。はい、その辺のやつ倒して。よし、ミント引いて、ミント引いて。殺すよ、殺すよ、イクさん殺すよ。行くよ。あー、もう一人来た。ちょっと無理や、さすがに。あー、でもみんなこっちやってますね。来たな、よし、取るか。敵を倒しました。味方が倒されました。みんな来てんね。倒されました。ちょっと時間を生かしたね。時間を生かしたね。よかった。味方が倒されました。リーシン殺せるんじゃない？殺させたな。でも WQ がちょっと溜まってる。まだウルトもあるでしょ。反転、反転。ちょっとやばいっすね。これ、痛い痛い痛い。来た。そこまで。死ぬ。やばい。よー、耐えた耐えた。よー、耐えた。なんかウルト使われそうで怖い。あ、ウルトがどうやら溜まったらしい。あー、これは。ここ仕掛けてるじゃないですか、ここに。多分離婚してますよ、それ。ほら、当たった。おるに決まっとうやん。危ない危ない。追いつけない。あのミニオンの前でそんなことしたら割れますよね。ノラだったら気づかなかったかもしれない。逃げ切れたかもしれないね、さっきの。俺ドラ買っとくわ。あのバレバレって。お前は嫌いだっつってんだろ。味方が倒された。何だそれ。即死。
オーバーキルもいいとこだよ、本当に。最後のあれ、来る前に死んでんじゃね。視界取ってるから。正解、間に合わねえだろ。強い、体力も大事だし。死んじゃう、やっぱこれが強いわ。いけますかね。あ、やべ、スタンかかった、W が。あ、リーシーがいます。あ、トップ逃げてください、多分。トップ逃げて、トップ逃げて。あ、リーシーはかばっかってます。なんでベイが俺は…あ、いや、ベイが来てるな、これだ、耐えてますね。俺はどうやって来てるの。やめよう、やめよう、トップ見て遅い、どうぞ。死ぬが良い。いやでも後ろから、あ、3人か、後ろから来てるな。何、逆に言うとそんだけいるから引いてね、そこ戦わないようにね。俺魔法はあれ積もう、一発耐えれるあれ積もう。マジで、マジで名前が結構出てこなくなる。どうよしかな。あ、来ました。多分トップ来ましたね、これは。トップに、モクトさんのスカイプ繋がってから口でいいな。頑張って逃げて。適当。精神の根性を出して逃げてる。2、4人、うん、よしよし。没頭してるから、あんまり戦わないで、引きながらぐらいな感じ。これなんで未だにポット持ってるの。ポット使うことね、うろ、打って金に変えよう。あ、でもベイガー行きましたか、ポットに。ベイガーがポット。これこっちを押すことでプレッシャーかけるか。あ、ベイガー、ベイガー戻ってきた、ベイガー戻ってきた。よしよし、罠王のために。敵のジャングル内荒らすから、もうちょっと押しててもらえると助かる。あー、いるな。ベイガー戻ってきた。視界取られてるね、これ。取られた。ふぅ、バロンが取れた。バロン1個あるから置いとくわ、俺の。あー、もったいない。しょうがない。わぁ、帰ってんだ。バロンはしないで、当たり前だよね。はい、あのアリスタが気がしたら、それで笑うけど。勝利のために。フォーチューン、これ待った待った、これ稼いでって。ここ取りよう。いい一発打ったらザコ全部倒せる。無理か。なんかベイガーが変なとこにいいよ、いつかスキルを。あ、どっかに、あれ、ポータル分かれますかね。あ、トップに行ってますね、自身。俺、あー、やばいやばいやばい。名誉の選手。危ない危ない。ひこひこひこ。ここで引いたらね。2450だよな、確かあれ。それまで大変だ。近いって帰ってきた。いいとこ行ったね。やっちゃった。殺したのか。ベイガーラムこれ使ってきたよ。ベイガー倒したろ。どこに置いたのか。これ相手に全然違うね。あ、ここだ。あ、ここですね。よし、ちょっと感じ悪い気がするか。あ、トップが見えなくなったから帰ってきた。よし、ちょっと買い物に帰ってくるわ。ほんとポットいらねえな。このあっても、今更一分で150回復してもしょうがねえしな。2450だったよな、確か。ポット売っとこう。残り1個何に行こうかな。魔法用務券、用務券行こう。用務なら積むなら一番初めとかにしないと。追加効果あるんやったっけ。じゃあ足が速くなる。ああ、じゃあグリーン層、グリーン層積むわ。
ソロバロン狙おうかな。おう、ファッキー。味方が倒された。おお、当たられた。敵のキリングスプリン。4人いるから上押していい。名誉の戦士。突破してもらって。あ、使い方だけ。味方がタワーを破壊しました。これね。これ帰ろう。あ、どうも。まだ。来た来た来た。病内以外、あ、いる、5人、5人いる、5人いるから、トップを仕込んで、で今、エレリアが行った。あ、でも、リーシェしか見ませんね、みんな行ったかな、みんな行きましたね、多分これ。よし。どうしますか、ミッド、押そうか。よし。頑張って逃げてもらおう。その間にひたすら押そう。あれ、逃げれますかね。あれ、囲まれてますけども。逃げれない。いや、もう、押そう、押そう。頑張って時間稼いで、ちょっとでも。あ、GA 買ったんだ。ちょっとでも時間稼いで。かなり時間稼いで。めっちゃ時間稼いだ。凍れるかな。うわー、タイミング、タイミング。あ、ギリギリ。あった、俺がターン時も。あ、一斉が来たんすか。悪い悪い悪い。ありますか、これ。よし、ありがとう。帰るわ。これは、うん。敵のランページ。まあ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 。降りたかったな、せめて。逃げて逃げて、とりあえずバロンやられんためにもガン逃げして。ムントが復活するやろ。よし、ムンドが復活するから。これ、これ、ミッドは生きてますね。いいよ、ミッド1本はしょうがない。諦めよう。ムンド復活したから、ワロンはできまい。ウィンソー行こう。攻撃に行こう。マーファイのちっちゃい、あれが、バンをしてくれている。これ。お、バロン、みんなで走ろうか。一人だけ、一人だけか。一人だけやな、じゃあ。一人だけです、ね。あ、みんなで走って、みんなで走ったらレオナがぶっ殺せるんじゃない。あ、いけんですか。でも、無理だろ、このボトン絶対守れないから。無理か。ベイガーもいる。ミッド押すって言うても、二人。ミッド押し切るの周りだね。ミッド押し切ろうか。邪魔して邪魔してベイガー帰るの。ボット帰りましたね。ボットが今、帰ったね、帰った、帰った。ながらだけ作る。これちょっと小さくなるのか。おい、終われなかったか。いや、そこバカだろ、敵。これ俺も行く。間に合わんか。味方が倒されました。今間に合わんか、これは。ちょっとちょっと、ありました、ありました。行きましょう。あ、行きますか。いや、行かへんか。プレッシャーだけ。あ、閉めるか。ちょっと回ろうとします。アリスタじゃきついな。あれがフォーチューンやったらな、ドライバロンぶっ殺すんやけどな。あの、ぶっ殺すんですけど。これは無理ですよ。引いて引いて。助けられないですよ。もうガン引きしてガン引き、タワー前まで。あ、捕まった。もうユニット一番何も買えんだ。味方が倒されました。このタワー折られたくない。 CC きついな。おお、まずいな、これ。視界は取ってるから。あ、でもそう、でも俺ウルトしかすることないんやけどな。そうなんですよ。俺のルトしか、ルトってか、あれするのしか。ダブルや敵やったらもうやることはない。5人に突っ込んだら死ぬから突っ込めへんし。これですね。最悪打ち上げたところにルト打ってもらうっていう。リーシェ当てに来てますね、エディキャリーに。くそ、そんなもんで剥がされた。クソスローで剥がされた。ダメージいいんですか、これ。ある？よし。勝利のために。
このままの技壊されましたね。壊れてるか。エリアが変なところにいた。いるいない。逆転2人消えたんだからドラできるぞこれ。あできますかね。でもエリアは。あ、いけないですか。いるか。トップいってるの。行こう行こう行こう。視界取って頼む。上の方に。あ、了解です。ちょっと待って。あ、これは余裕だから。ワンサイで頼まれて。回復量が多いから、ね、全然大丈夫。なんかバレてませんね、多分これ。バレてますか。バレてますか。もちろん、もちろん、もちろん。間に合うだろう。あ、テレポート。大丈夫です。まじ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 。ねえ、やめろよ。イケメン、ふざけんな。無理だよ、そんなん。シークソリーシンだよ。つまんねえんだよ。最後、5人死ぬとちょっと。ダメ。リーシンいつも HP ちょっと残ってる。よしよし。あそこでリコール。つながってないか、それ。これ、リーシン。おい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 、いけんじゃん、それ。この、間に合った間に合った間に合った。ベイガーが、あ、テレポートだったんだ。リコールじゃないんだ、さっきの。テレポートしたんだ。ベイガーが、あれ、E の端やつったら多分キャンセルしたんですけど。違う違う、テレポート、テレポート。あ、そうか、そういうことな。テレポート。テレポートやから、リコールじゃないからダメージじゃ大丈夫なんや。ダメージじゃ。いいね。これ、おられる心配はないで。俺心配はない。それどころかあれだよ、復活のタイミングでバロン走ったら取れなくもないぜっていう。確かにですね、この2人やる。俺もちょっと視界赤に変えよう。どうあれ、青バフがあればね、俺体力回復が間に合うから、あの2人で勝てるようになる。よし、運命は定まった。ちょっと待って、サンファイヤーが邪魔をする。攻撃してるわけじゃないのに、痛い。あるある。え、サンファイヤー買ったの。サンファイヤーにしました。青バフがないとね、ちょっとね、ダブルのタイミングが間に合わないんで。ワード君にサンファイヤー、ワイド置いてくれたよね。置きましたね、あれは。この子絶対いい。なまず、ち、リーシンもいるから。またこれ、またこれ、ちょっと嫌がらせの、あ、トップに。うん、こっちも全部多分トップにいるから、もうトップ取られてもええから、ミッドかボットか押そうか。2人いる。2人いますね。あと3人いる。ほっといて、現時点は。視界取ってるから、始めたら分かるし。押せ押せ。あいつ来たら一瞬でぶち殺すか。最悪あれ、本気壊されてる。あ、移行してますね。行くよ、行くよ、行くよ。味方がタワーを破壊しました。よし、また死なねえのか。もう一回復活か。いや、ないですよ。ないか。敵を倒しました。イレイヤシューで多分追いつけないんで。味方がインヒビターを破壊しました。レアナまだいますな、次どうだ。よし、上割ろ、割れる十分、こんなの。あ、どうか。敵を倒しました。割れ。味方がタワーを破壊しました。多分イレイヤーも勝ってきますよね。でも人数差で人数差で多分押し切りますね。よし、割るのは無理だろう。割ろう行こうか。すみません、ちょっと俺が打ち上がって。バロン行こう。バロン、トップ大丈夫ですかね。2人ぶっ殺してるし、火力いないから。そもそも俺一人とあのフォーチューンだけでも多分勝てるから。いいんじゃないですか。ちょっとここ押さえてほしい。いいんじゃないと。確か多分ワードがあるんで、確か、あ、俺が、俺もある。行こう。なんで行こう。バロンがエロン仕掛けます。よし。早い。来てるな。スティールがやばい。よし、大丈夫。帰ろう。帰って装備して、完全に安全に殺しに行こう。どうしてもピンクワードはあんまり使う。やめ、一点使って帰って買い物してから。入った。ピンクワードって。グッズリーンがいいよ。しゃ、グリーン層がええ、たっと、じゃあもうポットしか頼まないな。ソンメイルなのかな。バリタンクにしようか。
早い。無言の方が圧倒的にキル数は多いのにな。キル数は何も。やっぱこのゲームはオブジェクトゲーやな。あれこれ。おかなり勢いがいいですよ。勢いね。大久保さんの勢いいいね。勢いがいい。いいいいいい勢いだ、いい勢いだ。いい勢い。これ俺これ食らわないんだよ。これ食らわないんだよ。3回ぐらい食いでやるんですよ。よし、マオカイに合わせてボットに降りてタワーを打っちゃおうか。一人残ったらもう。ガー！きっと大丈夫。ほら、俺のこの回復量。行って、行った行った行った。レイガーの W の痛さ。ありえない、話すならない。いいか、刺さった。いや、めっちゃ刺さったな、今。おっと、ペンタケか。ほら。ペンタ、ペンタだ、ペンタだ。えい、敵の最終タワーとソロだ。めっちゃ久しぶりに見た、ペンタキが。俺初めて見たかも。ノラではいくらかあるけど。ノラではある。よし。俺とめっちゃ刺さったな、いい。最後。最後気持ちよかったろうな。ペンタキの。よーし。結構かかった、レイトゲームだ、50分。やっと50分。じいじ。こっち死にまくってるよな。向こうのベイガーのワンコンでどんだけ死んだかっていう。今、ワンコンでやりますけど。いやー、オブジェクトゲーですな。おー、フォーチューンのダメージ超出てる。50K。ベイガー 47K 結構出てるのベイガーで受けたダメージは俺ドタンクだわ。そしててかタンクまみれ、タンクまみれ 4タンクだよねこれ。言ってしまえばうちのチーム実際は4タンクですね。MF ダメージ出すってムンドって存在が煽ってんじゃねえのムンド。注射器させながら来てますよ。あれちょっとペンタキルでライブチャットが結構おめでとうございます言われて与えたダメージ。ペンタしたいよ。クワドラまでしかしたことないよ。いやペンタ気持ちいいな。うん気持ちいい。クワドラまでしかしたことないんですよ俺も。ペンタキル取ったことガレンだから。あでもダリウスさんには期待してるの。ダリウスさんなら結構ダリウス取りやすいでしょ。ダリウスさん取りやすいから。ダンク5連続ダンクしたら10点に。それバスケットか。ねやっぱ向こうはちょっとねあれだね。タンク向こうもそれなりにタンクだよね。イレリアがアサシンビルドに行ったのかな。リーシンがタンク、レオナがタンク。でもベイガーだけダメージがかなり、うん、敵タンクしかいなくてワンコンなかなか決まらないって序盤のタンクビルド行く前にもうボコボコにされたからな。いやこのチームやばいですよ。ゲームかなりダメージが。こっちフォーチュンダイルだったもんねダメージ。フォーチュン死んだらもう俺たち終わりですよね。タンクフォーチュンはあれクローノ積んでくれてたのかなだよね。おプラス重傷のやつもだからタンクトスの成り立ったら俺 MF より受けたダメージが、うん、低い。なんでだ。めっちゃ俺が一番ダメージダメージくらなんでなんでこんな食らってないんだろう。いやもう完全にオブジェクト差で勝ったね。ほんと今回はタワー折ったインヒビ折ったの表にしよう。タワー破壊インヒビ破壊フォーチュンさん折りまくり一人で5本も折ってる。向こうもね、なんか器用だな、向こうのタワーの破壊。一人一本ずつ。仲いいな。足並み揃えてる、ゆとり感するよね。じゃあみんなで一本ずつ折ろうか、みたいな。足並み揃ってるとこじゃないですよ、これ。一人がずば抜けても。こっちはね、フォーチューンまみれだけど。ほら、敵のチーム、タワー破壊数、みんな一本ずつっていう。みんな一本ずつ折ろうって、ね。誰かがいっぱい折るとね。こっちは平等にしようとしたら二本ずつですよね。もう平等に。平等にしようと思ったらね。もうそれ難しいけど。でアリスタでタワーオールとかなんでこんなに近いです、うん、
そう、これやっぱ獲得ゴールド見ても分かるんだけど、向こうの方が圧倒的にキル多いのに、うちの方がお金がよっぽど多いんだよね、うん、ドラッドタワーの、うん、もうドラッドタワーの分だよ全然。キルよりオブジェクト、結局レイトゲームになってみんな18になったしね、レベルは。サポート以外は死亡待機時間ってあるんだね、あんまり見ないな。あんまりアリスタが死んでないな。集団戦あんまり参加してない。フォーチューンがどれだけ殺されたかっていうのがよくわかるこの時間後ろで妹ってますわ。タンクが多いからね、正直一人ぐらい少なくても集団戦生き残れたりするんだよね。その隙に誰かがあのどこかタワーを追ってるって感じだよね。いやー、物理魔法のバランスが悪かったのかな。うちのチームの物理魔法は、圧倒的物理、そして魔法もそれなりにいるから、うん、バランスは良かったみたいだね。そして敵のチームの物理魔法のバランスが、まあ圧倒的に物理に偏ってくる。魔法もそれなりにあるな。ベイガー一人って感じだよね、魔法その魔法を一人が痛い、その一人が痛いんだよな。痛い、かなり痛い。いやー、いい勝負、いい勝負だった。で、これ実際最後の集団戦なかったらこの5キルぐらい少ないわけだから、途中盤までね18-33ぐらいだったもんね。それ考えるとやっぱこのフォーチューンの育ちっぷりの差か。 373CS、そしてアリスタはいろんなところに、まだフルビルド完了していない。フルビルド完了してないんですよこれ。最後の予定はゾーニャ、あ、ゾーニャ、ソーンメイルネですね。ゾーニャ、ね、何か勝ちにするのちょっと忘れましたね。でも一応魔力増えるから、まあまあダメージを考えると、まあ最悪 AP アリスタならゾーニャっていう手も。ゾーニャよりかはエコーって言うのね。ですね、確かにエコーなんすよ。もう最後グインソー積んだら、あと殴るしかすることなくなるからね。あ、殴れ殴れ、誰でもいいから殴れ、加速したい。アリスタとか WQ したらみんなすることないですよ、クールダウン終わるまで。もうあと9連打しとくだけだよね、次敵の中に突っ込みながらもう一回ぐらい打ち上げたい、もう一回ぐらい打ち上げたいっていう、ワンコされてこう、あーって、みんな忍者旅入ってる。向こうはマーキュリーが、いやー、いい勝負だった。